った。俺は今度はセイラを。みんなは。なくてさ、なんか頑張ってるやつって応援したくなるじゃん。イエーイ！連続1位！へえ、2連続だなんて。着物なのね、この人たち。そりゃもう海外とかでもバカ売れしてっかんね。セイラは好きなアーティストとかいないの？ドブルザークとか。ドブ？何それ、洋楽のデスメタルバンドかなんか。アントニン・ドブルザーク、チェコのクラシック音楽家よ。本当にクラシックしか聴かないわけ？超気になるんだけど。ふふん、本当はいるんだよね。セイラは6つにだから。ココア。セイラさんにも。なんかうちらだけでこういう女子トークするのめっちゃ楽しいですね。今日はおむっちもいないしね。いや、いるぞ。びっくりした。おむちゃん最近存在感ないから忘れちゃってた。神妙な顔をして悩みでもあるのか。悩みがあるなら話せ。話さないとわからないこともある。これお前が言ったんだぞ。の原因が何なのかもな。ほほう。死ぬことはない。は？デンジャー、デンジャー。うにゃ、おげますかーい。安心しろ、俺がいる限りお前たちが負けることはない。おむっちやたら自信満々じゃん。まっ、どこからそんな強気な発言が出てくるのかしら。だって私たち正義だもん。勝
つに決まってるでしょ。ちょっと待ってよ。あの様子だとどうやら本当に自己解決したみたいだな。終わらせる。
ダメだ。
油断するなよ。そこ、とどめだ。タン、いいじゃん。大したことなかった。早く帰ろう。勝利だ。だけど嬉しいな。じゃないか。一体どうすれば抜けられるんだよ。
ういう感じがタイプなんだ。意外。いや、タイプとかじゃなくてさ、なんか頑張ってるやつって応援したくなるじゃん。女子トークするのめっちゃ楽しいですね。確かに今日はおむっちもいないしね。いや、いるぞ。あ、びっくりした。おもちゃん最近存在感ないから忘れちゃってた。どうした、オムニス、最近ずっと黙ったままじゃないか。俺もそう思う。お前、なになに、ずいぶん神経臭いじゃん。おむっち、そういう時はパッと派手なやつを一曲。ノリ悪っ。もしかして反抗期かにゃ。よっしゃ、ここは一つココニャンにアゲアゲなやつを歌ってもらっちゃおう。オケノスケ。デンジャー。来た。うーん、もう今曲入れたとこなのに。まあ、ココアも一度マイク握っちゃったらイロハ並みに話さないタイプだしね。そんなことなくない？私は空気読むし。いやいやいや、うち長い付き合いだけど、イロハが空気読んだとこなんか見たことないから。まあね、ちょちょっと倒してきちゃって歌い直すっきゃないっしょ。行くぞ。終わりだ、よし、ちょっと待ってください。
隙だらけだ。決めちゃうよ。お見事です。
よっしゃ。Thank you.
間に合ったらしい。え？今度は何？いや、なんか来てるよ。何が起きてるんだ。いける気がするっす。